ガラクトース血症は、糖の一種であるガラクトースを代謝する酵素を欠くために、生じる遺伝的疾患である、先天性炭水化物代謝異常症の一つ。この病気は1917年に5パートによって発見された。発症頻度は、タイプ1の場合お,およそ4万7千人に1人と、推定されている。これは国によって異なり、日本では低く、イタリアでは高いことが知られている。 また、門脈の欠損や短絡によって、ガラクトース欠症が生じることもある。乳製品など食物に由来するラクトースは、体内で、グルコースとガラクトースに分解され、さらにガラクトースは3種類の酵素の働きにより、グルコースに変換される。この過程を経て分解された糖は、小腸で吸収される。ガラクトースの代謝経路に関与する酵素別に、 ガラクトース血症は3つのタイプに分類される。上記3タイプの酵素は、代謝経路中で、ガラクトースに作用する位置がそれぞれ異なる。コアルク1とコアルトは、比較的に通っているが、様々なケースが想定されるために一概には、言及できない。ガラクトース血症患者は、常染色体劣性遺伝によって、ガラクトースを代謝するために必要な酵素が非常に少ないか、 もしくは全く欠いてしまっている。これにより、血中のガラクトース量が危険な水準まで高まる、ことで様々な症状が発生する。しばしば、ガラクトース血症は、乳糖不耐症と混同される場合があるが、症状は、より深刻である。コーソラクターゼの血損による、乳糖不耐性は、乳製品の摂取により引き起こされる腹痛などがあるが、どれも発症は、長期的ではない。 それに対しガラクトース血症が引き起こす疾患は、体にダメージを与えるもので、細胞破損による肝硬変、毛細血管損傷による腎不全、水晶体に浸透圧損傷を起こし発生する、白内障、敗血症、髄膜炎などを引き起こし、言語障害、失調、足底障害、骨粗症症、創発閉経などの合併症を伴う場合がある。 適切な治療が施されない場合、ガラクトス血症を発症した幼児の死亡率は75%に至る。アメリカでは、幼児を対象に定期的なガラクトス血症の診断が行われている。日本では、新生児のマススクリーニングが行われ、ガラクトス血症を含む4種類の代謝異常2種類の内分泌異常が検査される。検査方法の一例として、 北海道立衛生研究所では、血液を微光系光定量法、ボイトラーポー、高速液体クロマトグラフ法、京都府の定めでは、ボイトラーポー、米原法、または、ガラクトース脱水素酵素、マイクロプレート法で診断を行っている。タイプ1の唯一とも言える治療法は、ラクトースとガラクトースを摂取しないことである。しかし、いかに早期に対処を施しても、発生障害、 学習障害、震えなどの神経系損傷、女子の場合は、卵巣の障害などといった長期にわたる合併症を発症してしまう場合がある。これら合併症の治療は、原因がガラクトスケツ症ではない場合と同様の手法が用いられる。新生児がタイプ1と診断された場合、母乳や牛乳を避け、豆乳や調合ミルクなどの摂取に切り替えなければならない。 このタイプ1には軽症型である、ズラてい系があるが、これは合併症を伴わず、ラクトースがラクトース除去食を必要とはしない。タイプ2の症状は、主に白内障であり、治療法はタイプ1に準ずる。これらの治療においては、乳児の十分な水分摂取量確保に配慮しなければならず、体重計測や水分水等、高校の保水状態チェックなど細かな管理が求められる。 タイプ3のうち良生型は、赤血球内部に限定され、顕著な症状を発生しないため特に治療を必要としないとされているが、授乳期の小児にはやはり落ース制限を行いつつ、経過を確認する。類似型は、古典的がラクトース血症に近い症例が見られるため、治療法もタイプ1に準ずる。ありがとうございます。